はじめにバーレーン戦とカザフスタン戦の意気込みをお願いします。はい、まあ、今回緊急招集というか急遽呼ばれて、システムとかそういったところをこう頭に入れ込むところからなんですけど、まあ、今1日2日練習してある程度こう頭に入れることができたんで、まあ、1日でも早くこうみんなの流れに追いつけるようにして、まあ試合ではまあ限られたプレータイムでもその 100% を出せるようにしっかり準備していきたいなと思ってます。ありがとうございます。では次音に移りたいと思います。ご質問ある方チャット欄へお願いします。渋谷経済新聞上野さんお願いします。渋谷経済新聞の上野です。お疲れ様です。お願いいたします。先ほどその緊急招集という形のこと触れられましたけれど、まあ、ウィンドウ1以来のホーバスさんの、日本代表に呼ばれたわけですけれど、うん、まあ、緊急招集ではありましたけれど、率直に嬉しいというかっていう心、どういう心境なんですか？いや、もちろん最初その聞いたときはびっくりして何回も聞き直しましたけど、でもまあもちろん日本代表に呼ばれたっていうことは誇らしいことですし、僕自身にとっても嬉しかったので、はい、その、まあ、驚きの方が大きかったですけど、まあ、選ばれたからには全力を尽くしたいなっていう気持ちではあります。先ほどホーバスさんの会見の中で、まだそのワールドカップのメンバー最終的に決まっていないということはおっしゃっていて、まあ、そういった意味で当然ベナルさんにもまだチャンスは十分あると思うんですけれど、ご自身としてもそこに向けてこの機会をちゃんとアピールしていきたいっていうふうな考えではあるんですかね。まあ、そうですね、ワールドカップに向けてこうある程度メンバーが固まってきてるなっていう印象があった中で、まあ、こうやって参加できるっていうこと自体がすごくこう、まあ、西田選手の怪我もあったり比江島選手の怪我もあってっていうところもあるんですけど、まあ、そこは前向きに運がいいなと捉えて、まあ、チャンスだと思ってますし、まあ、自分のできることを 100% 表現したいなと思ってます。その、まあ、西田さんだったり比江島さんがいない部分で、まあ、今回2番の役割が大きくなると思うんですけれど、まあ、その中でホバスさん3ポイント今 36% ぐらいの確率ですとか、あとドライブもできる点っていうのに期待をされているようなコメントをしてたんですけれど、ご自身としてはその2番でなんかどういったところを見せていきたいじゃないですけれど、考えとしてはどうなんでしょうか。まあ、ヘッドコーチから求められているところはまずキャッチアンドシュート、スリーポイントのところを積極的に狙えということは言われているので、まあ、そこは僕の中でこう躊躇せずにこう積極的に狙っていきたいなってところあるし、やっぱり僕の持ち味はドライブでもあるので、まあ、まずシュートを狙ってそこで相手のディフェンスを引きつけた中でドライブをしていいキックアウトだったりオフェンスにこういい流れを作れていけたらいいなと思ってます。そういった部分は戸橋さんもベンドラメさんに期待してるっていうふうにおっしゃってたんですけれど、どうでしょうか、そこに対しては。頑張りますありがとうございます。あと当然ディフェンスも一つ持ち味だと思うんですけれど、そこに対してっていうのはどんなふうに取り組んでいきたいと思っていますか？もちろん僕は、まあ、B リーグのチームでもそうですし、ディフェンスにプライドを持ってやってるので、やっぱそこは一つ自分の武器としてチームにいい影響を与えれたらいいなと思ってます。わかりました、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。続きましてフリーランスの青木さんお願いします。よろしくお願いいたします。ライターの青木です。お願いします。今回2番として、まあ、招集されたということになりますけれど、感覚的にこうずっと1番でガンガンやってる選手がこう2番になるっていうのはアジャストとしてはしやすいんですか？結構大変なんですか？まあ、そうですね、ポイントガードをやってる時やっぱボールを持ったらまず周りを見るっていう意識がすごくあって、やっぱ、まあ、もちろんシュート狙うのが一番最初、ファーストオプションとしてはシュート狙えてよく言われていますけど、やっぱその中でも
やっぱピックを使った後の周りのスペーシングとか、そういったところを見るので、2番ポジションになると、キャッ、もらったらまずリング、空いてたら打つ、それぐらいあっていいって言われてるので、まあ、そこの切り替えのところはちょっとこうかん、すぐにはできないかなと思うんですけど、まあ、でも、すごく、なんていうんだろう、気楽って言ったら、なんか失礼だけど、シンプルかなと思います、やることは。なので、まあ、一回切り替えることができればそこはそんなに問題ないかなと思います。ご自身として2番でプレーするっていうのはかなり久しぶりです。いつぐらい以来？そうです、まあ、サンロッカーズでもちょいちょい2番ポジションでプレーすることっていうのはあったので、うん、でもまあこうやって最初から2番ポジションでっていうのは本当何年ぶりわかんないです。5、6年とかそんぐらいだと思います。うん、まあ、本当今回は本当に繰り返しになりますけど、2番として起用されますけれど、まあ、ここでチャンスを生かせたら、まあ、もちろん1番、2番とかいろいろな、こう起用のされ方がこう広がっていくと思うんですけど、ご自身としてはもしチャンスがあるのなら2番でも全然いいよみたいな感じですか？1番にこだわりたいのか、という感じですかね。まあ、もちろんここをずっと1番ポジションでやってきて、日本代表でって思ってやってきた中でうまくいかなくて、でまあ、今回こうやって2番ポジションとして呼ばれたときに、まあ、僕の新しいチャレンジじゃないですけど、新しい可能性のところが見えたというか、そこに期待されてるんだなと思ったので、まあ、2番ポジションで出つつ、まあ、1番もできる、そういったこうコンボガードじゃないですけど、まあ、そこが自分の新しい形になればいいな、まあ、今の日本代表で自分がこう存在感を残すのであれば、まあ、そこなのかなと思います。ありがとうございます。以上です。はい。ありがとうございます。続きまして、テレビ朝日の青木さん、お願いします。おはようございます。テレビ朝日の青木です。お願いします。ちょっと被る部分が出てきちゃったんですけれども、はい、多分コンボガードっていうところが期待されてるのかなと思う中でも、まあ、先ほど富樫選手も、ベンドラメには期待ですって結構言ってたんですけど、はい、まあ、どんなところをこの、まあ、富樫選キャプテンとかと話して細かいところをこう話してるのか、バーレーン戦カザフスタンに向けてなんか細かい意識とかそういうところを教えてもらえると。そうですね、まあ、今の段階ではやっぱりチームのシステムを頭に叩き込むのにちょっと今全力なところがあるので、やっぱりすごい決まり事がないようにこうフリーで動いているように見えて、案外チームの中であうんの呼吸だったり、ここ行ったらここに行くよなみたいなこう流れがあるので、まあそういった流れをつかむのに今必死なので、まあそんなにこう細かいところっていうよりも大まかなこうディフェンスとかオフェンスの流れ、こういった時で大体コーナーにスクリーン行ったりするのかなみたいなスペーシングのところを主に話してたりしますね。なるほど。逆に富樫選手にその期待を結構言われて、なんかどうですか、燃えるとこありますか？いや、もちろん日本代表に呼ばれたっていうこと時点で僕はすごくこう気持ちも高ぶってますし、自分に期待しているので、まあそういった中でそのチームメイトからも期待されてるっていうことはすごく嬉しいことですし、まあそれ気負わずにこう自分のできることをコートで表現できたらいいなと思ってます。ありがとうございます。頑張ってください。頑張ります。